お待たせしました。うわ、朝の刺身定食ですね。すごい豪勢ですよ。朝からもう市場から直送で2時間3時間以内でですね。そう、とにかく早い。ソラリアステージ地下2階の飲食フロア、ほとんどの店はまだ営業前ですが、明かりがついている店が1軒だけ。なんだこれ、ちょっとご覧ください。朝定食が天神に。海鮮が自慢のこちらのお店、7時半のオープンと同時に朝食を楽しむお客さんの姿が。時間に余裕がある方とか、まあ、通勤にちょっと早く来て食べていくみたいな方とかが多いかなと思いますね。でもやっぱ皆さんコロナで、ね、元気がないっていうか、そういうのがあったんでですね、うん、朝食から少しでもいいスタートを切れるようにですね。インタビュー中にも一人、出勤前と思われるスーツ姿の男性が店内へ。中にはこんな利用客も。今日は仕事明けで今から自宅に帰るんですけど、その時間に空いてるのはありがたいですね。一番人気は新鮮なお魚が嬉しい朝の刺身定食。さらにイカ明太とからし高菜は食べ放題。朝からお腹いっぱい食べることができます。これはいい。何杯でもいけます。ありがとうございます。おかずいらずですもんね。あ、おいしい。ちょっぴり、ほんのちょっぴりですけど辛みがあるって感じですよね。朝からこんなに食べれないんじゃないかなと思いましたけれども。そうですね、結構おかわりされる方多いんでですね。実は今天神周辺に朝ごはんを提供する店が増えているんです。地下鉄赤坂駅の前にやってきました。まさにですね、今通勤の最中、8時前ですね。地下鉄赤坂駅へとつながる階段を降りると見えてきました、こちらの流星カレー、カレー専門店ですね。見てください、モーニングやってます。7時半からやってます。朝ごはんで1日の活力をと、今年1月のオープン以降モーニングカレーを提供しています。お待たせいたしました、モーニングセットになります。はい、ありがとうございます。失礼します。シンプルなサラダ付きのカレー、はい、なんか香りグッときますよね。目が覚めるような、はい、香りが階段のところまでするので、やっぱり香りにつられて来られる方が多いのかなって思います赤坂が会社員の方が多いので、朝働く前に来られる方が結構います。滞在時間お客さん大体どれぐらいかなって。10分ぐらいですかね。じゃあもうパッと来て食べて、はい、行くぞって感じ。はい、モーニングカレーはレギュラーサイズより少し小さめ、サラダがついて450円です。おいしい圧力鍋でじっくり煮込んでいるので、うまみがギュッと凝縮されていて、一晩寝かせて家庭の味に近づけさせてるっていうところですかね。親不孝通りのそば、うなぎの上りが目印のこちらも朝から営業しています。4月1日オープンのうなぎ天丼専門店天宇。朝需要がやっぱりどんどん高まってきているのは実際やっぱあるので、まあ、コロナが始まって夜営業できないんで朝を始めるお店さんが結構増えて、でそれがどん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 認知されて、で観光の方も朝からいろんなところでご飯を食べるっていうのがここ最近のちょっとこう流れみたいなのがあるんですよ。はい、そんな中でうなぎを手軽に楽しんでほしいと専門店として勝負に出たのがうなぎ天丼。お待たせいたしました。ほい、こちらがうなぎ天丼、ね、の上ですね、はい、おーって感じ焼きのうなぎのようにタレはまとわせてます。で軽く炙って香ばしさも出して、その焼いたタレのうまみに近い感じになってます。ただこれを朝からって考えるとそこが狙いですうなぎ天丼、そのお味は。あー、うまい、うまい。めちゃくちゃ身はふわっとしてますね。そうですね、はい、ただ
揚げてるのに重たくないって感じましたね。そこに結構驚かれるお客様はやっぱ多いです。ちょっと今朝ありかも。こちらは観光客を意識して開発したという新メニュー、うな天のサイドをだし巻き卵とイクラが彩ります。ホテルの朝食じゃもったいないみたいな方もやっぱいらっしゃるんですよね。例えば飛行機昼の便だとするともうお昼ご飯って食べれないじゃないですか、どうしても。例えば9時10時ぐらいで朝食なり、まあ、ブランチなりの形で食べて最後まで福岡のご飯を食べて楽しんで帰るっていう方が結構いらっしゃるんですよね。でその中の一つの形になれたらなっていうので、あの朝はこの時間帯から営業させてもらって